ロックンボールの外観ロックンボールは、米国ルイジアナ州ニューオーリンズのライブハウスである。ボーリング場とコンサート会場を一つの場所に同居させた珍しい形式をとっている。出演は、地元ニューオーリンズのミュージシャンが中心だが、ザディコのアーティストが数多く出演することでも知られている。過去にロックンボールに出演したアーティストには、ボージョック、ブーズーチイビス、ジノデラフォース、 クリス・アルドワン、スヌークス・イー・グリーン、ワイルド・マグノリアス、アンダー・ソーズ・ボーンなどがいる。ロックン・ボールは、もともとは1941年に開店した、ミッド・シティ・レーンズという老舗のボーリング場であった。現在のオーナー、ジョン・ブランチャーが1988年に、ボーリング場を買い取り、その1年後、ボーリング場は生かしたまま、ここをライブ会場に作り変えた。 ロックンボールでの最初のライブは、1989年11月2日、ジョニー・ジェイザ・ヒットメンによって行われた。これ以降、ミッドシティ・レーンズは、ロックンボールと呼ばれるようになったものの、ミッドシティ・レーンズという名称も並行して使われた。1990年代半ばには、元々の2階に加えて1階にも店を拡張し、ボールメアンダーと名付けたライブ用のステージを、もう一つ設けた。 2005年のハリケーンカトリーナの際に店の1階部分は大きな被害を受けて使用不能となったがメインステージとボーリング場のある2階は難を逃れた。ロックンボールは同年12月には2階のみで営業を再開した。ミッドシティ地域で最も早く再開した商業施設の一つであった。2009年、ロックンボールは営業開始以来使用していた店舗から12、 ブロック離れた場所に移転した。同年4月15日より新店舗で営業を開始している。ありがとうございます。